私は秋里、吉原に売られてしばらく経ち、以前は若衆と恋仲になってお仕置きされたこともあったけれど、今じゃ立派に水揚げを果たし、遊女として日々殿方の相手をしている。ま、不本意なんだけど、私も乗客たらし込んで、さっさと身請けしてもらわないと、姉さんたちみたいにどんどん老け込んじゃう。あら、失礼なことを言う子だね、まったく。隣の部屋の小夏姉さんが私の部屋を開きながら言った。小夏姉さんはようやく個室もらえたみ。私は水揚げ前から個室があったの。一緒にしないでほしいわ。ふん、言うようになったじゃないか。あんたの蚊に刺されてボッコボコに腫れ上がった顔、絵描きに描いてもらえばよかったわ。チェ、それにしても小春姉さんは私らより先に遊女になったっていうのに、いつになったら個室がもらえるんだろうね。あの要領の悪さじゃまだしばらくはかかるわね。小春姉さんは私や小夏姉さんよりも先にここに売られてきたっていうのに、お客に情をかけたりうまく立ち回らずにお客の気を引かないから、うまいこと常連がついてくれない。売り上げが悪ければ遊女としての階級も上がらず、当たり前だが個室ももらえない。私らが心配するのも変だけど、小春姉さんはほんと身の振り方ってもんももう少し考えた方がいいと思うな。いそいそ忙しく下働きさせられる小春姉さんを見ながら、二人でため息をついた。秋里ちゃん、会いに来たよ。あら、母さんいらっしゃい。久々に来てくれたじゃない。ここ二月ほど見かけなかった私の常連客が久々に顔を出した。俺のこと忘れてなかった？会いたかったでしょ？ごめんね、仕事が忙しくって。正直ここ最近、母さんがやっている頼むやの商いがうまくいっていないらしいって噂が出ていたので、お金がなくなったから来ていなかったのかと思っていた。ううん、それなら仕方ない。今日はたくさんいいことしましょう。常連だし、と割り切って、その日はたっぷり奉仕した。吉原では、客に奉仕する時間を線香で測っており、線香が尽きると時間になったと知らせに来る。そのため、お代は線香代と呼ばれる。線香が尽きましたので、お時間となります。線香代のお支払いをお願いします。個室の外から若衆が伝えに来たので、客に目をやると、突然油汗をかき始めた。母さん、顔色が良くないよ。私は着物をしっかりと直してから、客の肩に手を置いた。すると、いいんだ。え？ないんだ。はあ、何が？金。え？俺な、田沼屋畳むことになって、卸代すら払えてねえんだ。最後に秋里ちゃんにどうしても会いたくなって。ああ、じゃあ無一文で私を抱いたって言うのかい？そうは言っても今までたくさん使ってきたし、お店に通さないお小遣いもあげたじゃないか。一回くらい見逃してくれても。踏み倒しだよ。私が言うと若衆が二人で部屋に入ってきた。この店線香折って時間を短くするとか有名じゃないか。その分差し引けば今日の分くらい多く払ってるだろう。踏み倒してなおかつ文句とはいい度胸だね。容赦しなくていいよ。はい。こうして田沼は若衆に連れられていった。吉原ではこのような踏み倒しがたまに発生する。まさか自分の顧客に発生するとは思いもしなかったけれど。そして田沼が連れて行かれた先は、これに入れ。人一人が入ったら他に余裕のない大きさの桶に小さな小窓が一つ。店の前に桶を逆さにした状態で嫌がる田沼を無理やり中に閉じ込め、天井に来た底の部分に三人がかりで持ち上げた重い漬物石を置いた。出してくれ。この通りだ。おお、桶伏せが出たぞ。この桶伏せとは、店の代金を踏み倒した客に行う私的な刑罰。今の警察のように踏み倒しを逮捕していてはキリがないので、吉原では私的に刑罰を課していた。桶伏せにされた客は、誰かが金を払いに来るまで桶から出ることは許されない。小窓から顔が拝み放題なので、いわば踏み倒しをしたということで晒し者になるのだ。大便、小便は桶の中で垂れ流しだから臭いのは当たり前。
食事は一日一回与えられるのみ。他の遊女はたまに情けをかけてご飯を追加してあげる人もいるらしいけれど、私はそんなアマちゃんじゃない。あ、アキサト、お願いだ。俺が渡した袖の下を線香台に当てておくれ。聞こえない。すると小春姉さんがキョロキョロと周りを見回しながら桶に走っていく姿が見えた。田沼さん、はい、これ。そう言って小窓から何かを手渡した。小春ちゃん、どうしたのこれ。お昼の残り物をくすねてきました。どうしてこんなことを。小春ちゃんだっていつもお腹いっぱい食べさせてもらえるわけじゃないって言ってたじゃないか。田沼さん、私におだちんくれたことがあったから、床も上がってないのに申し訳がなかったから。もっとお金がある時に気がついていれば。小春ちゃん、顔は普通だけどとことん性格がいいね。秋里に貢ぐんじゃなく、小春ちゃんに貢がなかった私を許しておくれ。はあ、アホくさ。そんなこんなで数日間、田沼屋の主人が桶伏せになっているというのは吉原の外にも広まったようだった。数名がうちの店にやってきた。私たちは田沼屋でお世話になっていたものです。私たちに暇を言い渡す際、田沼の旦那は私らにしっかりとお給金を支払ってくれました。そればかりか多めに渡してくれたので、次の奉公先が見つかるまで食いつなぐことができました。私らで線香代を支払いますので、どうか桶から出してやってください。お前らバカ言うんじゃないよ。できるだけここから離れたところで幸せに暮らせと言ったじゃないか。大事な金を線香代なんかに持ってきやがって。はあ、どいつもこいつも青臭いね。しかしこれだけじゃ足りねえぞ。そこをどうにか。見かねた私が外へ出て行った。生きってもんを知らないのかね、うちのもんは。こんな姿を見てまだお代が足らねえとか言い出すのかい。ほう、この石のけてやんな。ケチくさい店にはケチくさい客しか寄りつかないよ。はい、秋里さん。母さんもこれに懲りたら二度と顔を見せないことだね。秋里、ありがとうよ。みんなありがとうよ。部屋に戻った私はニヤニヤと笑う小夏姉さんの顔を見て、ぷいっと視線をそらした。あんたも小春姉さんのが映ってきたんじゃない。知らない、気まぐれだったら。こうした死刑は数々ある。お命が助かっただけでもこの吉原じゃ恩の字といったところだ。